嘘だらけの憲法解釈。パフパフが元気がないって多分コメント欄でいっぱいツッコミ来ると思うので、はい、分かりますとりあえずは言っとくとね、あなたが元気ないとねクレーム全部私に来る、はい、ね、大体クレーム何やってんだってね、はい、私のところにクレームが来るようになっているんで、わかりました、ね、もう電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのも全部クレーマーミツルが悪い、はい、ね、もうユダヤ人かクレーマーミツルかっていうぐらいね、はい、いじめられてるんで私は、はい、もう気をつけてください。あ、わかりました、はい、ということでですね、貴重な45秒経過したところで、はい、前回のおさらいですけれども、はい、なんか鳩山内閣の時は、ね、手段的自衛やるよねって言ってましたよね、普通に、まあありますよねっていう感じで、はい、さらっと終わってる感じだったと思うんですけど、はい、じゃあ鳩山さんの次は病気で2ヶ月で倒れた石橋湛山さんですよ、はい、だからまあ特にね重要な政府答弁とかないんで、はいはい、それを引き継いだ岸信介さんの解釈になります、はい、おっと昭和34年、高島条約局長、はい、はい、憲法で制限された範囲で集団的自衛権を持っている、まあそうですね、持ってるのはね、持ってます、ね、誰も否定されませんもんね、前回を受け継いでっていう形、そういうことですね、はい、はい、ね、で同じ日に外務大臣、うん、在日米軍基地が攻撃されれば守る、共同動作を取る、ね、共同動作ですよね、これは今政府見解だと在日米軍基地が攻撃されたら、うん、個別的自衛権らしいんですよ、個別なんですかね、え、あれあれあれなんで、え、自衛権を一人で行使したら個別で、一国でも他の国がいたね集団なんですよね、米軍って日本なんです、いや日本じゃないでしょう、ね、明らかアメリカですよね、アメリカですよね、え、ねえ、あれ不思議ですね、不思議ですね、あ、これがこれこそ集団的自衛権ですよ ね、はい、誰がどう見ても集団的自衛権なんですけど、はい、今これは個別的自衛権だって言って、ああそういうふうに解釈は変わってるって、あれ変わった、あれ、え、政府の解釈って一貫してるんじゃないですかねえ、そうですよ、横畑君聞いてるはい、じゃあ次行きましょうか、はい、あ、ちなみにこれ昭和34年なんで、まあ、日米安保条約、今の安保条約結ぶ時の、まあ、事前の国会でのやり取りですね、はい、はい、次35年に入ると、まさにはこう、ね、はい、もう締結してるみたいな時の岸さんの答弁、はい、集団的自衛権という内容が最も典型的なものは、他国に行ってこれを守るということだが、これに尽きるものではないと我々は考えている、そういう意味において一切の集団的自衛権を持たないということは言い過ぎだと考えている、さっきから持っている持たないことはないとはね、うん、言ってるわけですよ、はい、だからあの後の政府は、いやあの時は持ってると言っただけで、はい、行使できるとは言ってない、うん、いや持ってると行使しなきゃダメでしょ、そうですよ ね、 ね、あれこれはちょっとさっきよりこ、いや、そんなことない、そんなことない、むしろ進んでる、あ、進んでるんですか、うん、はい、まあ交代したように見えるっていうのは、うん、あの他国にで守る、まあ、他国、外国に行って戦うっていうのはできないっていうふうに、はい、あの禁止してるんです、それ以外は別にね禁止してないと、今政府が限定容認と言ってる根拠がこの答弁、はい、ああなるほど、どっちかというと限定禁止なの、うん、本当はまあなんか民主党議員が韓国に行って、はい、自衛隊は助けるのかっていうふうに安倍首相に迫ってたと思う、なんでそんな小川さんの悪口言うんですかつまりあの集団的自衛権を行使するなと言ってる民主党の小川議員が、はいはい、韓国は助けないのかてめえってね聞いたことはあじつらったわけですね、あなた、はあ、はいって言いましたねお民主党の小川さん聞いてますか、すべて山本さんの発言ですよ僕ですか、はい、いや今のあなたでしょそうですね、え、それも俺かい、まあ、はい、はい、まあそういうこともあるんで、はい、まあこれは当たり前ですよねっていう、そうですよね、まあね、まあ、憲法で、ね、憲法、はい、日本国憲法の解釈として、まあ、そうだと、はい、これはその日本国憲法でなんでこうなるかっていうと、あの吉田茂っていう人が、はい、のアメリカの領権になるのは嫌だって言った、領権、つまり、はい、散々憲法9条とか押し付けてやりたい放題やったくせに、はい、朝鮮戦争で自分困ったら日本人をね、アメリカの戦争を巻き込んで死なせる機会と、うん、まあ、つまり、徳川家康になるのが嫌だったっ
ていうね、まあ、徳川家康っていう人は信長の盾だったわけですよ、はいはい、信長の都合でいいように使われて、ね、あの振り回されたわけですよ、はい、ね、織田さんが西の方で天下を取って広げてる間に京都から勢力を広げてる間に、はい、まあ、武田さんっていうね、はい、まあ、おっかないやつの盾になってた、はい、俺いいことなしみたいな、まあ、20年間命がけで尽くして静岡県半分みたいな、ね、もうそりゃねえだろうみたいなね、ことがまあ吉田さん の、ね、あの考えですね。ただ問題は徳川さんはだから強くなったっていう、うん、よくあの吉田茂が偉いっていうんで、はい、まあ、吉田ドクトリンという、ね、神話があるわけですよ、はいはい、アメリカに番犬にならずに逆にアメリカを傭兵のようにこき使った、はい、逆にですか、はい、そうというのがあの保守本流と言われる人たちの神話なんですね、うん、それっていい、ね、いいんですかね、今はこんな日本弱くなっちゃいました、そのせいで。そうですよね、自衛隊も形だけで、ね、え、防衛費も削られ て、削られて、はい、ね、とりあえずあの時々大震災が起きた時に、はい、うん、あの駆り出されたら感謝されて、うん、喉元すいたらみんな忘れてるみたいなね、まあ、そんな扱いですね。そう、まあ、かわいそうな扱い、ね、かわいそうな扱い、はい、ね、はい、ということですね、まあ、まあ、とにかくアメリカの戦争に付き合いたくないっていう意味もあるんだけれども、まあ、でも基地提供すでにしてるし、してますね、はい、なのに集団的自衛権行使できないというね、うん、まあ、それはおかしな話がですね。あ、ちなみにあの保持してるけど行使できないっていうのはわけわかんない話で、保持してたら行使しないと、はい、行使する義務がある、はい、だから行使しないとその権利は失っちゃう。これはですね、ゲーリングというロバ、うん、ね、あの人が、はい、あの言い出した有名な、ね、権利の上に眠るものは保護されずという、ね、はい、原則があって、だから保持してるってことは行使してるってね、これさっきから言ってるの、はい、分離しない、一体なの、うん、大前提として、ね、はいはい、それをいやいや保持してるって言ってるだけじゃないか、うん、というのが今の法制度。あ、なんかお前は寝ておよかみたいな苦しいですね、一生国土強靭化とか言ってもみたいなね、そういうレベルのね国土強靭化、 TPP が、移民が、実質賃金が、はい、みたいなね、人がいるわけですよ、はいはい、そのレベルが内閣法制局です、はい、まあ、レベルが低いってことですね、はい、まあ、この時のね、まあ、法制局とね今のレベル違うっていうのがポッ、ね、はい、読んで、例えば現在の安保条約において米国に対し、施設区域を提供している、あるいは米国は他の国の侵略を受けた場合にこれに対して経済的な援助を与えるということ、こういうことを集団的自衛権というような、言葉で理解すれば、私は日本の憲法は否定しているとは考えない。江戸さん、日本って日本国憲法制定以来、はい、一回も戦争してないし、一、はい、回も人を殺してないし、一回も戦争に参加してないし、うん、ましては集団的自衛権の行使って一貫して禁止されてきて誰もしてないんですよね。いや、そんなことはないでしょう。いや、世間でそう言ってますよね。湾岸戦争とかどうだったんですか。資金提供してますよね。資金提供は戦争参加じゃないらしいんですね。あれ、林修造内閣法制局長官が、あれ、経済的援助を与えるってこと、あれ書いてますね、うん、不思議ですね。じゃあ今憲法違反だって言ってる憲法学者たちはこれを見てどう思うんですか。いや、見てない見てないですか。見てない見えない見て見ぬふりしてる。見えない。いや、だって林修造っていう名前が、あの護憲派はもちろん、はい、集団的自衛権容認の改憲派からも出てこない。あ、もうなかったことにされてるんです。そう、いや、だから私がいつも言ってるのはね、集団的自衛権はこれまで一貫して行使を禁止されてきた、うん、いや、するんだ、いや、どっちもダメ。はい、見てこれ、あれ、内閣法制局公式見解ですよ、長官ですからね。経済的援助っていうのは集団的自衛権らしいですよ。あれ、思いやり予算って今やってますよね金丸信という偉大な防衛庁長官が始めちゃいましたね、はい、バッチリやってますね。やってますね。あれ、今行使してますよね、はい、行使してないんですか、これからするんですか。いやいや、以前からやってましたよ。やってますねという謎が深まってきたところで、はい、今回はこんな感じで、はいはい、じゃあ次回まで、次回よろしくお願いします。